じゃじゃん。ありがとう。群馬三大うどんと呼ばれている水沢うどん、桐生うどん、もう一つは何でしょう。続いては佐藤のコーナー。関谷氏さんの芸をね、ちょっと一つ学ばせていただきます。おでこにプリンをつけてそのまま口に持っていくっていう、そんな一芸を今日は学ばせていただきます。じゃあお願いします。待って待って、数ある関さんの秀逸なネタの中から、はい、お前宴会芸みたいなの持ってくるの、はい、